じゃあお願いします。前のお二人のレクチャーすごい楽しく聞かせていただきました。ちょっと趣向が変わっちゃうかもしれないですけど、パラパラと言いたいと思います。まず大学の卒業設計なんですけど、簡単になんですけど、こういうものをやっていて、用途としては、図書館を入れた、中心とした複合施設っていうのをこうやっていました。で、僕、東京大学にいたんですが、東京大学の教育って、なんか建築が都市をどう変えるかみたいなのが中心にその頃は教えられていて、で、他の大学だと、例えば建築とは何かみたいなのもあるんですけど、なので、都市を絡めて、建築を考えて、その都市のコンテクストから建築を立ち上げるっていうのをやっていました。で、これちょっと余談なんですけど、その頃、だいたいその大学で卒業設計って2ヶ月半ぐらいあったんですけど、ちょうどその頃に、宇多田ヒカルのトラベリングっていう曲が、すごい流行っていて、で、ずっとそれがもう好きになって、ずっと聴いていて、1日180回ぐらいリピートしてたんですね。それで、そうすると2.5ヶ月なので、1万3000回ぐらいのヘビーローテーションっていう、なんかもうほとんどなんかその音楽が、もう寝てから、寝てる時もかもしれないですけど、ずっとかかってるような不思議な、状態になっていて、で、それで、なんかこう自分がトラベリングしてるような、そんな感じで過ごしたのを覚えてます。多分、宇多田ヒカルよりも聴いてたんじゃないかっていうぐらいの状態でした。で、そんなことをやっていたら、ありがたいことに賞をいただいて、その頃安藤忠雄さんがいらして、初めて安藤さんが作った賞っていうのがあって、一つはもともとあった最優秀賞っていうもので、あともう一つが海外研修賞っていうのがあって、で、それを初めていただいたんですね。で、それで、3ヶ月海外で研修してこいって言われて、で、賞の趣旨としては、どっかで働いてこいみたいなことだったんですけど、なんか3ヶ月拙い英語でコンタクトを取って、もう3ヶ月だと短いから、1年来いとか、そういうことを言われて、なかなか行きたいところに行けなくて、じゃあ、ちょっと旅行してきますみたいなのを言って、で、海外に3ヶ月間、バックパックで行って、で、ヨーロッパをずっと回っていて、もう数え切れないぐらいの建築をずっと浴びるようにしていたんですけど、これはユニテ、コルビュジエのユニテで、お前は日本人かみたいなので、聞かれて、なんか一番上に道場があって、なんかお前は道場破りなのかみたいな 言われながら、なんかそこで、武道、なんだろう、これ剣道じゃないのか、合気道とか、なんかいろいろ習ったり。あとその後、安藤さんの事務所に呼んでいただいて、夏休みですかね、インターンというか、をしたりとかしていて、あ、で、そう、まあ、そうしているうちに、卒業したんですが、で、大学でなんか、建築が都市をどう変えられるかみたいなことを学んだので、ちょっと大学と違うことをやりたいというか、それと、その当時、伊藤豊さんが仙台メディアテックから来て、すごく興味があったので、伊藤さんの事務所って建築とは何かっていうところをこう考えるようなところがあるんですね。で、そういうところに行ってみたいなという憧れもあって行ってました。で、そこで、なんか初めて、清水さんとも、下でいろいろ働かせてもらって、最初に出てきた、シンガポールのプロジェクトとか一緒にやったんですが、で、その後、自分が、なんか初めてこうメインで、リーダーになってやらせてもらったのが、美術館のプロジェクトで、アメリカのサンフランシスコにあったバークレーっていう大学の美術館だったんですね。で、それを初めてこう自分のアイデアで立ち上げて、伊藤さんも喜んでくれて、クライアントも喜んでくれてやってたっていうものです。で、これ美術館って基本的にはアートギャラリーで、ホワイトキューブって四角い部屋で構成されるんですが、この美術館が少し特殊で、アートギャラリーだけじゃなくて、ライブラリーだったりとか、フィルムアーカイブとか、いろんな機能が、つながりながら、住み分けがある。で、そういうのがあったので、で、あと、なおかつ、キュレーターの人が、ギャラリーっていうか、展示室って角はあんまり使わないんだよね、みたいな話があったので、じゃあちょっと角を変形させて、空間を立ち上げようと。で、角を、下を開いていくと、通れるような、つながりのある空間が生まれて、上を開くと、視線が抜けて、閉じると、普通の四角い部屋になる。で、それを全体を立ち上げていくと、さっきみたいなものが生まれていく。
で、これ、ちょっとやったんですけど、実施設計が終わって、着工の直前でリーマンショックっていうのが、衝撃的なものが来て、それで、途中で頓挫してしまって、で、まあ、その当時、まあ、今では当たり前なんですが、オンラインで、打ち合わせをサンフランシスコとしたりとかしながら、楽しくやっていたんですが、残念ながら立たないものになってしまったと。で、まあ、ずっと、楽しくやっていたんですが、結構長い間やっていて、その後もいろいろやったんですが、なんかすごい、ちょっと残念でもあるんだけど、あれ、まあ、まあ、理想を追い求めた、未来にもなるかもしれないですが、あんまりこう、プロジェクトが立たなかったんですね。僕が伊藤事務所にいる間に。で、他の同期たちは、こう、立ててる人もいたんですが、まあ、伊藤事務所のプロジェクトがだんだん大きくなって、まあ、海外のプロジェクト任せられるようになったこともあって、時間がかかるのもあったので、なんかうまく立たなかったんですね。で、その後、まあ、独立しようと思って、9年ぐらいいたんですが、その後、独立しました。で、独立した時に、まあ、伊藤さんの影響も多分に 受けているんですが、やっぱりなんかその、生き生きとした建築を作りたいなと。まあ、なんかかっこいい建築もいいんだけど、美しい建築もいいんだけど、まあ、それだけだと、なんか人間がこう、なんていうか、本質的な喜びを得られないようなところもあるような気がしていて、まあ、とにかく生き生きした建築を作ってみたいというのを、こう、いつも思っています。で、それでまあ最近こう事務所でも話してるんですけど、まあ、その生き生きした時になんか動的であるっていうことが、まあ自分の中でこうなんとなく追い求めてるところがあって、まあ動的っていうのはなんかその使う人が能動的に、なんかこう、能動性を引き出すような、なんか使いたくなると、まあ、さっきの伊藤さんの話にもつながるかもしれないんですけど、なんかこう市民の人が自分から何かやっていくような、そういう形だったりとか、あとはまあ自然のようにこうずっと、なんていうか、閉じられた、最初の先生の話じゃないんですけど、閉じられたものっていうよりは、まあ、自然のように変化し続ける建築がいいなというのをやってます。で、まあ、今回、作品紹介っていうよりは、まあ、そういうつながりで、まあ、こんなこと考えてるのかなというのをなんとなく羅列したんですが、まあ、こう1番から5番まで、運動を形にしたりとか、まあ、奥へ奥へ引き込むような空間を考えたりとか、まあ、包まれていながら、こうグラデーションがかかるような、環境のムラがあったりとか、あとまあ身体を拡張する、まあ木っていうのが、どこに使われるかっていうのは結構、自分の中で興味があって、まあそういうのをやったりとか。あとまあ外、外部空間っていうことへの憧れっていうのはすごく多分にあると。で、最初にその運動を形にするっていうときに、まあこんなことを考えてるのかなというのをいくつか紹介したいと思います。まあなんかその、プロジェクト紹介っていうよりは、その場所場所みたいな形になるんですが、これは、ステアっていう住宅をやったんですね。1階が店舗で、2、3、4階がこう住宅なんですが、そのオーナーの方がすごい社交的で、すごく明るくて、毎週のようにこう家に友達を呼んでパーティーをすると。で、それで、パーティーは、この2階がリビングになっていて、で、一番上に屋上でパーティーもしたいから、なんかそれがこうずっと繋がってるようなところで、で、その真ん中のプライベートはあまり通ってほしくないなっていう話をいただいて、あ、じゃあ階段回しましょうかって話をしたら、まあ、こう、なんかちょっと奇抜なアイデアだったので、なんか難しいかなと思ったら意外とすごい喜んでくれて、こう階段いいねみたいになって、で、階段を中心に今空間を作ろうというのをやっていました。で、これ路地に立ってるんですが、路地のこう奥にこうピロッと階段が出ていて、それを登っていくと、まあ、こういうまあ階段が中心になったような、まあ、そういう空間ができている。住宅の階段ってこうできるだけコンパクトに作ろうとするんですが、まあ、外の欅踏み面と同じようにしながら、できるだけ登りやすい緩い階段を作っていくと、まあ、なんか階段が空間を作りつつ、まあ、中心になんかこう動きをまとったなんかこう動線が入ってきて、まあ、常にこう登り下りしながら風景がガラガラ変わっていくような、まあ、それがこう、不思議な土地に立っていたので、なんか外に対して大きく開きながら、住宅が住みながらこう自分で場所を見つけていくみたいな、そういうことをやっている。という、まあその、まあこれは階段っていうまあ動きをまとったものですが、で、それともう一つ、これ最近やったもので、エルメスっていうこうブランドがありまして、で、それの店舗を依頼いただいて、エルメスは、その、もともとバグっていう、まあ、馬の、バグ、鞍とか、で、そういうのを作って、まあ、そこからバッグを
れなので、まあ、その原点に戻って、馬の動きっていうものから、まあ、空間を立ち上げたらどうだろうというのを考えました。で、馬をこう調べていくと結構面白くてですね、こう走り方がなんかいろいろあるんですね。で、それが、まあ、大体4種類あって、フォーク、トロット、キャンター、ギャロップって、まあ、その馬の足の動きを、元に、まあ、それをこう一旦こう抽出して空間化していくと。で、例えばウォークだと、まあ、これはすごく優雅に歩くシルエットになるんですが、まあ、このラインを抽出して、まあ、オブジェクトにしていくと。それが、例えばこうテンポの、iPad のロックを解除する。すみません。そうですね。この門松のように立てたアイコンになったりとか、中央に、置いて、まあ、その周りをぐるっと回るようなものだったりとか。で、ギャロップっていうのは一番速い走り方で、これがなんか飛ぶようにこう動いていく、まあ、そういう軌跡を。で、それがなんかこうちょっと M 字型のアーチ形をしているので、まあ、それが細長いテンポの一番長いところにやってるなと思ったので、まあ、それをこうルーバー状にして、なんか木漏れ日が落ちるような、まあ、そういう動きを持った空間を作ろうと。で、トロットっていうのは、前、体格の足がこう同時に同じ動きをするような不思議な、なんか踊ってるような、そういうものなんですね。で、それを、繰り返しをこう断面形状で、透明なアクリルに、こう、その軌跡を追いながら空間を作っていったりとか。で、キャンターっていうのは、こう、小走りみたいな意味なんですが、それを、シルエットとして、こう、ルーバーに合わせていくと、なんかこう、柱の奥をこう回りたくなるような、そういう空間を作ったりとか、ということをこうやっていました。で、2番目が、まあ、奥へ奥へっていう、まあ、さっきのは人の動きとか、まあ、馬っていうか動物の動きとか、まあ、そういう話だったんですが、これは人がその手前として動きたくなる空間っていうのがどんなものなのかなというのを、まあ、普段よく考えています。で、これは、アトリエミニットっていう、リノベーションなんですけど、お寿司さんからこう、猫を飼ってる方の専用のアパートメント、まあ、集合住宅ですね、を作ってほしいと言われたんですね。で、そのまあ猫かと思って、猫を僕は飼っていないのでよくわかんなかったんですが、猫をこうよく調べていくと、猫っていうのはすごく環境に反応すると。で、とにかく、日当たりが良くて、まあ、日が当たってるところに移動するし、なんかこう、例えばこう、新しい空き箱があると必ずそこに潜り込むし、猫をずっと動きながら、こう、外を眺めながら、なんか空間に対する反応性が非常にいいんだという話がこう分かって、それで、ちょっと平面だと分かりづらいんですが、全体で、こう、L 字型のこう平面形状と、なおかつメゾネットって、まあ2階建ての空間にも抑揚があって、で、こう、奥に行くような、まあ L 字型の、こう、ちょっと曲がっていくような、そういう空間を作って、で、まあそれをパズルのように 組み合わせて、リノベーションを行いました。で、そうすると、まあ何かこう、光がこう奥の方まで回りながら、こう猫が必ずこの側面の壁をこう擦りながらこう歩いていったりとか、で、こうポイントポイントにこう窓があって、で、その周りにが結構豊かな緑で庭だったので、そこを眺めたりとか、まあそういう空間づくりを一つやってみたりとか、これは、これもリノベーションなんですけど、これはオンオフっていう名前をつけたリノベーションで、まあお寿司さんは、神戸の方に住まわれてるが、東京に週の半分ぐらいいらっしゃって、で、まあ、ここで仕事をしながら、ここで、暮らしながらっていう、まあ、そういうのを、なんかこう、なんていうのかな、いいバランスを取りながら、ここで使っていきたいと。で、そういう時に、リノベーションなので、なんかこう、空間にこう、動きをもたらして、で、それを、なんか自分でこう、身体感覚を刺激を受けながら、なんか居場所を見つけていくのがいいんじゃないということを考えまして、で、できるだけまあ解体して、で、真ん中の壁だけを残して、まあ、回遊性を持ったまあ空間づくり、まあ、最初にやってみたんですね。で、それが右側に書いてある、まあ、プライベートゾーンで、まあ、ちょっと茶色く塗っているところと、ワークゾーンという、まあ、2つが、こう、ぐるっと回りながら、なんかこう、行き来が出ている。で、このプライベートなところを、まあ、木質化して、まあ、木で仕上げて、ワークゾーンというところを、まあ、コンクリートを表しにしていくと、なんかこう、ぐるぐる回りながら、なんていうのかな、その、ちょっと落ち着いた場所と、まあ、こう、よそ行きの働いたり人を呼んだりする場所を、まあ、必ず仕事と、
住まいっていう分け方ではないんですが、まあ、両方あると思うんですが、まあそういうのをこう、体感しながらできるようなこうバランスを、まあ、完全に二項対立というよりは、まあ、ちょっとずつなんかその要素が見えてるような、そういうリノベーションをやってみました。3番目が、つまりグラデーションっていう、まあ、これは昨日考えただけの造語なのであれなんですけど、まあなんとなく包まれているっていうことと、完全に閉じずに、なんかこう、グラデーションの中に場所を見つけるみたいな方が、居心地というか快適性っていうものにつながらないかなと思ってやってます。で、これは、新建築にいらっしゃった飯田さんっていうライターの方がいて、もう独立されてるんですけど、で、その方からご依頼いただいた、お家のリノベーションですね。で、ここで、まあ、局面、まあ、簡単に言うと、この奥に見えている局面の壁で、まあ、空間をこう、なんとなく緩く仕切っていこうと。で、ここで、そのライターのお仕事をされたりとか、カメラマン呼んでお仕事されたりとか、で、この左に映ってる可愛い子供たちと一緒に暮らして、まあ、こう、住まいがあったりとか。で、それを、なんとなく、こう、まあ、家具も含めてではあるんですけど、緩やかに、その局面の壁が、こう高さが変わってくるので、例えば子供が小さい頃は捕まり立ちをして、ちょっと顔が出る高さになってくるけど、ちょっとずつ大きくなってくると、あそこに座って、こう、上が見える高さ、囲まれた感じとか、まあそういう光の感じと視線の抜けと、その寄り添う引き寄せる家具みたいなのを合わせながら、なんとなくグラデーションということを考えました。で、これを、なんか、なんとなく、名前を柔らかウォールっていう、ちょっとバカげた名前をつけていて で、それを、まあ、なんかいろんなところに展開したいなと思ってやっていたのが、これは、Amazon Japan っていう会社のオフィスなんですけど、これも内装なんですが、それでもこう、柔らかウォールっていうのをこう提案をして、それで、ま、こう、オフィスっていうのも、なんかまあ、いわゆるまあオフィスランドスケープっていうのが呼ばれることがよくあると思うんですが、なんとなくこう、まあ、緑と、その視線の、抜け具合と、まあ、囲われ方と、まあ、こう、フリーアドレス的にこう、自分が居心地がいいっていうか、働きやすい環境を選んでいくっていうときに、まあ、こういうことを提案してやっていたりとかしました。で、あとは、これもこれリノベーションゴールですね。リノベーションで、これは、リブっていう住宅のリノベーションなんですが、これもなんとなくこう、柔らかく局面で囲まれた、居場所を、まあ、窓際とセットで作っていく。で、さっきの、住宅の、シナで明るいものは、真ん中に鉄板が入って合板で挟んでいたんですが、これは、まあ、構造材をリブ状にこうつけて、で、それの裏側を本棚にするような形とか、まあ、そういうなんかこうちょっと手を加えられるようなこう場所を作りながら、包まれた場所を作っていく。で、こう窓辺がこうソファーになったりとか部屋になったりとか、まあ、お兄ちゃんの部屋になったりとかっていうのをこうなったなって。で、そうすると、なんかこう自分の好きなものを、なんかこの壁の内側にこうちょっと飾りながら、なんとなくこう自分の世界が、その住む人と一緒に作られていくようなセットを考えました。これはソファーですね。で、4番目が、身体を拡張する生きた木とタイトルつけてるんですけど、まあ、木っていうのが、まあ、これも木。木っていうのが、まあ、日本人だからっていうのもあるのかもしれないんですけど、木はいいなっていうのはよく、まあ、普通に思うことがある。で、だけど、まあ、木を前面に使うとすごいもくもくして、なんかこう、だんだんこう、ウッディすぎる感じになっていくんですが、その木の使い方っていうのを、なんかこう、ちょっといろいろ考えてみたいなっていうのはあって、で、我々よく使うのが、この赤みを帯びた、こう、ラワン材。まあ、これはすごい安い合板なんですけど、まあ、合板を、こうやって、壁としてだったりとか、まあ、家具として使っていくんですね。で、その時に、合板なので、こう、面材として使えるので、こう、ある程度、こう、なんていうのかな、広がりを持った面として、こう、現れてくるんですが、木って普通は、こう、まあ、幹があって、線材で角材なので、まあ、それが、こう、引き伸ばされて面になるときに、なんか不思議な柔らかい表情が出るのがいいな、と思って。で、ラワンって、
その仕事で使うとよくわかるんですけど、まあ、いろんな色ムラが出るんですが、まあ、それを赤みを帯びたものをできるだけその木工場に行ってこう選定するんですね。で、そうすると、まあ、例えば100枚見て、まあ、15枚ぐらいしかこう選べないみたいな。だんだんその人がこう嫌な顔をし始めて、だんだん出禁になってきたりするんですけど、で、それでこう選んでこう貼っていって、で、なおかつこうオイルを塗ると、なんか、まあ、もともとはこういう色じゃないんですが、それがこう、なんか息を吹き返したように赤く、なんか血の気を帯びるっていうか、なんか生きた感じがする木が現れてる。で、そういうなんか人によった感じがとてもいいなと思って使っている。で、そこが、光をこう当たると、なんかそこに別に人はいないけど、なんか人の居場所が生まれるような感覚があって、なんかその人と木と何かその居場所みたいなのが、なんかこう、つながるものになるんじゃないか。で、まあ、そんなことを考えて、これは惜しくも、最後落ちちゃったんですけど、やっていたのが、木曽っていう町に、まあ、これはヒノキなんですけど、町役場をコンペでこう提案するっていうのがあって、で、これは、まあ、ヒノキを使って、提案をしました。で、ここに、木摺っていう、なんていうのかな、まあ、ちょっと耐震要素のあるコルバ状に、覆われたこう壁、この真ん中の壁ですね。この木摺壁を、なんかその木を使って、まあ、家具的で構造的で何かこう居場所があってみたいなのができると面白いなと思ってやってました。で、そういう時に、まあ、柱と筋交いと、まあ、梁と家具と何かその、重機というか遊具というか、まあ、ちょっとこう小物みたいなものが、なんかこう、フラクタルに連続的にこう展開していくと。で、木って、例えばこう自分でもこう、トンカチでこうカンカン打ったりとか、まあ虫ピンでこう刺したりとか、比較的こう加工がしやすくて、誰でもこう、なんか使いやすく使い慣れた素材なので、なんかそういう大きいものから小さいものまでをつなぐ、何かそういうシステムっていうとつまんなくなっちゃうんですけど、なんかそういう捉え方で木が使えると面白いなというのを最近よく思ってます。で、5番目が、まあ、ほぼ外。まあ、外にすればいいっていうわけでもないんですが、これは、以前やった窓の住処っていう住宅で、これは出窓になってるんですが、まあ、同時に、外壁から出た窓でありながら、内側にもこう飛び出して、で、半分出窓で半分内窓みたいな、そういうところになってます。で、なんか外から見ると、まあ、いろんな出窓があって、これが出てるだけじゃなくて、内側にも引き込まれているので、まあ、その、奥行きとしては、どれぐらいだろうな、900ぐらいあるのかな、90センチぐらいあって、で、そうするとなんとなくその居場所ができてくる。例えば、吹き抜けになっているところもあるし、これは吹き抜けのところですね。で、さっきみたいに、こう、桟敷席みたいな、まあ、なんかこう、畳敷きの場所があったりとか、あと、まあ、こう、飛び出してベッドになっているところがあったりとか、まあそういう、まあ東京なので、まあ新潟と違ってすごい狭小地なんですが、出窓って法律的にはその面積に算定されなかったりすると、なんかその広がりを持ったりとか、まあちょっとしたきっかけを作る、まあ、キーになっていく。そういうのをこうやっていくと、まあ、ここに入ると本当に外に飛び出したような感覚が出るんじゃないかっていうのがあったりとか、これは今ちょうど建設中なんですけど、所沢で今やっているもので、リビングストラクチャーってやつですが、これは、ボリューム換算すると半分が外になってるんですね。で、用途的には、1、2階が店舗で、3、4階が賃貸住宅で、5、6階がオーナーの住戸で、7階がオーナーのご両親の住宅になってる。それを、まあ、最近なんかこう、まあ、コロナもあって、よく言われるのが、なんか外が欲しいってよく言われるんですよね。で、それは、例えばこう、家の中でこうずっと仕事をしているときにリフレッシュしたりとか、あとはなんかそのずっと閉じられたものじゃなくて自分でこう何かやってもいいような場所が作れるとか、まあそういうこともありながら、で、なおかつこれすごい細長い敷地だったので、できるだけこう光環境とか、引き込む、何かこうきっかけになるようなものとして、なんかこう、外っていうのってところをできるだけまといながら、人の活動を外に引き出しながら。で、構造としては、その、ラーメン構造っていう、ブレースがない構造になってて、で、まあ、それをこう、なんていうのかな、大きな、まあ、巨大な木の中に、
なんか作っていくような、そういう感じの建築を今やっている。で、これ最後になるんですけど、まあ、そんなことをこう考えていて、まあ、それらがなんとなく、まあ、全部じゃないんだけど、統合されてそうなもの、そして今ちょうどやっているのが、松原児童センターっていうものが、まあ、ちょうど建設中です、ね。やっています。で、これはコンクリートの建物で、こう、ボルト状、トンネルの空間のようなですね、トンネル空間がこうずっと連なって建築が作られているというのになっています。で、児童センターなんですけど、まあ、学童っていう、なんかその小学校から終わって、なんかみんながこう集まっていくところだったりとか、あとは、ここで言うと、親子が集う場所だったり、創作工房だったりとか、まあ、大きいホールも、これ埼玉県草加市なんですが、草加市がすごく音楽に力を入れていて、ホールをご用意したりとか、ダンスしてあったりとか。で、手前書いてないんですが、下はテニスコートがあって、で、下に一番左はクラブハウスになってたりとかします。で、それを全体的にこう、ボール塔の形状をかけながら展開して。で、中に入ると、まあ、こんな空間が広がっています。で、まあ、なんでボール塔にしたかっていうと、まあ、子供、さっき伊藤さんの話にもあったんですけど、まあ、子供って、身体感覚っていうか、なんていうのかな、こう、空間に反応して体を動かす動物、動物っていうか、動かしたくなる、なんかそういう、なんか反応がいいですよね。で、それで、例えば、トンネルって、まあ、奥に、構造的にはすごい安定してるので、まあ、手前の庭と奥の庭があると、なんか奥に庭があると、まあ、とにかくあそこに行きたくなるみたいな、そういう感覚があるので、まあ、そういう、まあ、庭と一体になるような場所を作るためにボルトにした。で、構造計算していくと、まあ、なんか横も穴が抜けますよみたいな話をいただいて、それは面白いなと思って、そしたら、まあ、四方にこう、行き来ができるような空間ができてきて、で、それをこう、ちょっとこれ今傾けてるんですね。紙コップを半分に切ったようなラッパ状になってるんですが、で、それをこう重ねていくと、まあ、これは幾何学的なものな問題なんですけど、まあ、不思議な軒の形状がこうできている。で、そうすると、まあ、そこになんかこう、ちょっと囲まれて包まれてるんだけど、繋がっているような不思議な軒下空間ができていて、まあ、そんな空間が連続していくと、まあ、とにかく子供たちが、こう、走り回りたくなるような、そういう場所ができたらいいなと思ってやっています。で、これが今、ちょうど工事中で、コンクリート今、打っているところなんですけど、で、こう、大引きを敷いて、こうやって、合板の上に、こう、背筋をして、コンクリートを流していくと。で、これは、一番さっき左下にあったクラブハウスがちょうど打ち上がったところで、ちょっと写真だとなかなか伝わりづらいんですが、まあ、なんかこう来た人にはすごい絶妙なスケール感だねと、なんとなく言われて、トンネルみたいな大きい構造じゃなくて、まあ、かなりこう小ぶりなんですが、でもなんかこう大きいんだけど小さいみたいな不思議な、なんかこう空間の感じになっているという感じでした。以上になります。ありがとうございます。すみません。審査部の陣と申します。はい。審査部の陣から、質問させていただきます。よろしくお願いします。いただいても発表ありがとうございました。私から2点ほど質問させていただきます。1点目は、動的であるということに対して、5つほど、カテゴリーのように分かれていたと思うんですけど、自分がこれからといいますか、自分が作品を作るってなったときに、もともと5つの中から、今回はこれを、例えば奥へ奥へっていうカテゴリーを意識して作ろうっていう感じで作っているのか、それとも、作っている中で、こういうカテゴリーに分かれるなっていうふうに気づいたのかっていうのが1つ目の質問です。で、2つ目の質問なんですけど、事前に、みたらい様のホームページで作品をいくつか拝見させていただいたんですが、結構木を使った作品が多いなという印象が、ありました。その点に関してなんですけど、自分も木が結構好きで、将来設計するなら木を使った建築を多く作りたいなって考えてるんですが、
そういう木を使う建築において、木の良さを出すにはどういうことに、注意をしたらいいかなっていうのが2つ目の質問です。よろしくお願いします。まあ、5個挙げたんですけど、まあ、実はこれ挙げたのは本当に昨日おとといの話で、で、2個から設計してるわけではなくて、なんかこう、せっかく、なんていうのかな、こう、お話しするので、なんか設計で考えてることとか考えてたんだろうな、みたいなことを、なんかこう、伝えられればいいかなと思って、こう、ざーっと、こう、今までできたものとか、動いてるものとかを見ながら、これはこんなことに興味があるのかなみたいなのを挙げてみたっていう感じなので、なんかこのどれを選んで設計しようみたいなことではないっていう感じですかね。で、設計するときは大体、なんかこうよく思うのは、まあこのプロジェクトが始まって、立ち上げて、まあ何が一番大切なことなんだろうっていうことは、まあ常に考えることかもしれないですね。で、そこから、形なり計画なりを練り上げるっていうことが多いかなと思います。で、二番目の木っていうところに関しては、なんか自分が一番大事にしてるのは、その木を使うっていうだけじゃなくて、まあ木と人を一緒に設計するっていうか、まあ設計っていうよりは、木があることでいかに人を引き寄せるかみたいなことを、なんかこうできるといいなっていうのはよく思ってる。なので、例えば、その人を引き込みたくなるような階段の手すりに木を、少し存在感のある木をこう持つとか、あとはそのちょっとこう持っていくようなこう屋根を作るときに木にするといいかもしれないなとか、あとはまあ木ってそのまあ加工がしやすいので、こう人のに寄り添う曲面を作りやすかったりしたりして、まあ、そういう特性を切るとなんか出せるといいかなとか、あとはそうですね。その熱伝導率が低いので、こう触った時にちょっと暖かい感じがするとか、まあ、そういう感覚的なところも大事なのかなと思いました。ありがとうございます。今後の、作品の参考にさせていただきます。ありがとうございました。すみません、貴重な講演ありがとうございました。新潟大学の川崎と申します。質問させていただきます。エルメスの作品で、そのある生物っていうか、馬の動きを抽象化して、それを形態に落とし込むっていうことをデザインコードとして空間化しているっていうのが、すごくなんか僕的には面白いなって思って、今後の設計において参考にさせていただきたいなっていうふうに思いました。で、それに作品に関して質問なんですけど、まず1つ目として、具体的にその形態に落とし込んでいるのは、その馬の動きの足から下の部分を形態に落とし込んでいるっていうことですか？すいません、ちょっと僕の理解が及んでいなくて、ちょっと確認というか質問なんですけど。で、もう一つとして、その4つのパターンには、その動きの速さというかの違いがあったと思うんですけど、それがその一つ一つの形態の、例えば感覚とかにも応用されていたりするのかなっていうのをお聞きしたかったです。お願いいたします。感覚っていうのはどっちのか。例えばその遅い、まあ、歩くというか、すみません、なんと表現していいか覚えていないんですけれども、なるほど。あ、そうです遅ね。い場合では、例えば感覚が狭かったり、速くなるにつれて広がっていたりとかいうことはあったりするのかなっていうのを少しお聞きしたかったです。お願いいたします。最初の質問は、そう、馬の足に注目してますね。で、足を、まあ、ノーテーションっていうか、動きをこう抽出して、まあ、それを一旦、まあ、抽象的なこうラインだったり、ポイントだったりに置き換えて、で、そこからその求められる空間とか、まあ、デザインみたいなものに、転換してるっていう形になりますね。2番目が、動き？そうですね。例えば、こう、ギャロップっていうすごい速い動きだとしたら、なんかそこが、まあ、それと同時に、なんていうのかな、こう、全然違う、こう、イメージを作りたいっていうのが、まあ、こう、依頼としてあったので、なんかその、まあ、これは百貨店の中なんですけど、百貨店の中なんだけど、まあ、外のような、こう明るいイメージを作っていくときに、なんかその、ギャロップってすごく、一番大きい店舗の、スペースの中で、
一番速い走り方のホルーバーをこうかけていくと、なんかそこに木漏れ日が落ちて、そこにこうリアルな植栽があってっていう、まあそういう世界観とともに、なんかその組み合わせを決めていったとかいうところだったりとか、あとはその並ぶものとか、例えばそのメンズのものだと優雅な歩き方をするウォークっていうものがあったりとか、それがこう靖国通りってまあ道があるんですが、道からこう歩いてきたようなそういう形態をこう引っ張ってきたりとか、何らかその、そこに求められるものと、まあ、動きのピッチみたいなのを合わせて、使ってましたね。わかりました。すみません。ありがとうございます。こんにちは、奥田です。よろしくお願いします。はい。お願いします。お話にあった中で、海外研修賞を取られて浴びるように建築を見たっていう話がすごく羨ましかったんですけども、私も緊急事態宣言明けてから日本の建築をまずはいろいろ見ていきたいと思っていて、でだけど、見ていくときにどういうところをポイントとして見たらいいかとか、写真を撮ったりスケッチをしたり、気になったところメモしたりしていった方がいいかとか、学生時代にどんな見方をされてたか、また今はどんなふうに見ていらっしゃるかを伺いたいです。よろしくお願いします。学生時代全然建築をよく分からずに建築学入ったので、なんか友達がなんか建築オタクの人が多かったんですね。でそれで僕はコルビジェの名前も知らない、入った時はですね、知らなかったんですけど、それでその友達になんかいろいろ連れてってもらってるのが、まあその巡ったきっかけだったんです。で、その時に、なんか、まあ今は違うのかもしれないんですけど、大体こう、安藤建築巡りをやってたんですよ。で、安藤忠雄さんの建築を見に行くと。でそうすると、なんか、感動するんですよね。なんかこうアプローチからこう始まって、なんか光がこう来たりとか、でこうバーってシーンがなんか開けるとか、まあ、分かりやすい、なんかそのアプローチからだんだんこう環境を剃り取っていくので、まあ、分かりやすいこう感動を与えてくれるみたいなのから、あ、建築ってすげえな、みたいなところがあって、で、それでまあなんか、まあ何がおすすめかっていうのはちょっと分かんないんですけど、なんかこう体験して感動を呼ぶであろうものは、なんか見ると、すごく素直に、あ、建築っていいもんだなっていう感じがするので、なんかそういうのが見れるといいかなと思うと、まあ、できることなら本当はスケッチした方がね、記憶に残るので、いいような気がしますけどね。はい。スケッチは全体像かディテールかとか、とにかく感動したポイントをスケッチって感じですか？そう、まあ、でも、スケッチした方がいいとか言いながら、僕はそんなスケッチしてないので、でもなんかやっぱり記憶に残ったのはの、まあ、スケッチしてますね。例えば僕がそのヨーロッパを一人で巡った時じゃないんですけど、友達と一緒に、まあ、ヨーロッパに初めて建築見に行った時に、僕は、まあ、コルビジェンはその頃もちろん知ってたけど、ロンシャンの教会を外観しか知らなかったですね、うん、でこう内観を知らずに、あ、ロンシャンだって、あ、もうその時点で感動してるんですけど、内観入った時にすごいびっくりして、なんか涙が出てきて、なんだこれはみたいになって、で、その時はスケッチしてましたね、夢中で。だからといって、たくさん全然スケッチはしてないので、みんなのお手本にならないんですけど、なんか、あ、これはいいなって思う時にスケッチするっていうことが大事な気がします。わかりました。ありがとうございます。はい、新潟大学の立花です。よろしくお願いします。一番最初、貴重な講演ありがとうございました。御手様のお話の中で生き生きとした建物を作っていく上での動的であるっていうことがあったんですけど、その中の運動を形にっていう、一番最初の項目の中の一番最初の建物。のステアっていう、はい、住宅兼店舗のものがあったと思うんですけれど、あ、はい、はい、そうですね、
これも僕、新建築かで見させていただいたんですけど、これ、2階部分、3階部分と屋上部分が住宅になっていて、先ほどもご主人が社交的でいろいろパーティーとか人と会ったりするっていうお話だったんですけど、1階の店舗っていうのは何か、この階段とその和食屋のなんかその関係とか、そのご主人がその店舗をやってるのかっていうお話をちょっとお聞きしたいです。これは店舗は別にやってはいないんですね。で、完全にこう貸しているところで、我々もそう、1階の店舗はね、設計してないんですよ。あ、そうなんですね。そうなので、まあ、実際には階段の、なんていうの、下？コンクリートで打たれてる、ちょっとわかりにくいんですけど、この階段がこう伸びてると思うんですが、その下に、まあ少し、まあ、空間がこう下がった屋根のような空間ができてはいるんですが、まあ、積極的にはそんなには絡んではいない。そうなんです。でも、これ、反対側は計画道路になっていて、はい、で計画道路って、まあ、すごい幅の広い計画道路で、今ちょうど工事中なんですけど、でそれがこう、開通すると、そっち側が表になるんですね。で、店舗のフロントもそっち側になるんですけど、なんかその、ちょっと気を使ったっていうか、考えたのは、その店舗と住宅が全然別物になる表情は作りたくないなと思う。でそうすると、まあ、店舗は店舗なりのこう少し大きめのこうガラスがこうはまってくるんですが、まあ、それと同じように、まあ、住宅もそのままこう伸ばしていくと、なんかこう建物が一体的なそのファサードを持って立ち上がるっていうのは考えてましたね。ちょっと この写真用意してないんですけど、あ、ここで見えてる左側のガラス面。はい、そうですね。高架下に道路が通ってるっていうことですよね。あ、そうですよ、うん。はい。ありがとうございます。はい。はい。どちらかというと、こう危なげがないというか、質問しにくい、振り方かなというふうには思ったんですけれども、動きを誘発する仕掛けとしての空間というのが、ずっとね、今の例を見せていただくと、曲面であり曲線なんですね。で、そこら辺どう考えてられます？やはり角がある建物よりも角が丸いっていうか、そういう方が人の動きを誘発するのかなという感じを受けたんですが、ご本人どう思われてますか？そうですね、なんか、まあ、なんかこう連続してつながるっていう感じが、まあ、こう局面の方が出やすいっていうのがあるのかもしれないですね。で、あとはなんかこうよく思うんですけど、なんかあんまりこう図式化されたくないみたいなのがあって、うんうん、なんかそういう、まあ、意識もあるのかもしれないですね。今日皆さんのお話を伺っていてね、思ったんですけれども、お三方ともそのやっぱり図式化されたくないとか、いわゆる今までの現代建築で、なんていうのかな、もうアプリよりにすり込まれてしまったような建築は作りたくないというようなのが非常にこう強く感じられるんですね。で、これはこの後ぜひ皆さんの意見も聞きたいなと思っておりますので、また次のこの次の私の回にしようかと思うんですけれども、ただこれは申し訳ないんですが、実はね、末光さん、御手洗さんのは実は私見てないんですけれども、伊藤さんの見てるんですよ。ね。めるるは、実は日次連の、なんだっけ、日本建築士事務所協会連合会、はいはい、あそこの
実は私審査員やってて、あ、そうなんですか、現地審査してるんです。あ、そうですよ、ありがとうございます。はい、その時にね、まあ、いろいろ伝わってないと思うけれども、うん、審査員みんな年寄りじじいばっかですからね、どういう話があったのかという話をちょっとお伝えしたいなと思ってます。でそのじじい連中、私も含めてですが考え方というのはある意味では一つ前の世代の建築の見方ではないかなというふうにも感じるんですね。で逆に皆さんがこう今取り組んでいる取り組み方、姿勢だとか造形というのはおそらくね、その根本作ったのは僕は伊藤豊さんだと思ってるんですね。でこれはすごく大事な点でもあるので、うーん、実は特に学生さんたちにも皆さんが非常にこうアイデアだけでね、こういう空間がいいんじゃないかというような作り方をしてるんではなくて、きちんとしたその何ていうか自分たちが作ってるもののね、歴史的な認識をきちんと持ってると僕は思っていて、そういう話も大事なんじゃないのかなというふうに思ってますんで、ちょっとそこら辺を含めて、この後のあれに続けたいと思います。でそこでね、僕一つ聞きたいなと思っていたのは、お三方にそれぞれあらかじめちょっと質問の投げかけておきます。皆さん、建築をやるにあたって実際に教わったかどうか別も含めてもですね、師匠って言いますかね、この人という人がいたんじゃないのかなと思うんですよ。でそれが誰だったのかということと、何をその人から直接ですもいいし、あるいは建築を通した間接でもいいんですが、何を教わったのかというのを、共通の質問としてまず投げかけさせてください、というところで、とりあえず今回今の発言は僕はこれで、終わりにします。